マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズの14回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。まずはカープの先発、現マツダスタジアムのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。1回の表、ベイスターズの攻撃、バッターは荒波。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の伊藤。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。芯入ります。昨日は当たりがありました。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね。今日はその好調な打線にも注目しましょう。低め見送っています。この球は落としましたが決まりません。インサイド落ちました。これはどうだ。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは高。昨日のゲームは安打を放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー伊藤、そしてキャッチャーは高城。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。スライダー決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスには4番ブランコ。昨日のゲームでヒットを放っています。さて、カープの先発は現、今日が14試合目の登板です。前回の登板は6イニング投げて自責点3、白星を挙げています。
打ちました。三遊間抜ける。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番山崎。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。ヒットでランナーを1塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。膝元への変化球。ノーボールツーストライク。ボールになります。外へのボールは入りません。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチはアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは小林。小宮山さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるものなんでしょうか。まあ、そうですね。もうとにかくストライク先行という形を取りたいはずですから、まあ、無駄なボールは要求しないですよ。打順はトップに帰って荒波。ベイスターズ2アウトにはなりましたがランナーを進めています。初球ストライク。
際どいところですがストライクになります。すぐに追い込みました。ライトへ持っていった、大きな打球だ、入りました、ホームラン。荒波意地の一発、今シーズン第1号のツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。カープ点差を詰められます。失投が高めに行ってしまいましたね。はい、最終回なんとか防ぎ切りたい。2番バッター赤堀、先ほどの打席でソロホームランを放っています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インコース空振り、スピードボールを持っています。ボールになります。内へ食い込む変化球、ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。三振を取りました。試合終了。カープ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。